脱走ミステールミステール 4A ミステールはフランスの脱走ブレゲー社が開発した戦闘機である。フランス発の実用国産ジェット戦闘機であるウーラガンを元に開発された機体で当初はウーラガンを後退翼にしただけの機体だったが後期の方では再設計され別の機体と呼んで良いほど回収されていた。1951年に初飛行し 後期生産型であるミステール4はスエズドーランで活躍したほかインド、イスラエルに輸出された。なお、ミステールとは神秘という意味。フランス発の実用ジェット戦闘機ウーラガンの成功に続いて脱走者ではさらなる高性能な機体の開発に取り掛かった。機体自体はウーラガンのものを基本的には使用することにし、 これに当時の最優秀戦闘機だった F-86 の機種や主翼デザインを取り入れることとした。試作1号機であるミステール・アイは1951年に初飛行したが、この機体はウーラガンそのままの胴体に面積を拡張した垂直尾翼を持ち30度の交体角を持つ主翼を持っていた。ミステール・アイはウーラガンと同じエンジンを搭載していたが、 この後に完成した試作2号、3号機は、より強力なエンジンに換装していたため、ミステール 2A と呼ばれた。テストの結果は良好で、最高速度はウーラガンよりも速く飛行特性も優れていたため、フランス空軍はミステール2の量産を決定した。先行量産型に続いて、エンジンをアター101に換装した型が生産され、これがミステール 2C となり、 ミステール2シリーズの生産の中心となった。また、この機体を複雑にして、全天候戦闘機型とした、ミステール3も数機試作されたが、採用されなかった。ミステール I 2、2 3の各型は、合計166機生産され、すべて、フランス空軍で運用された。脱走者では、ミステール2が初飛行した頃からさらに高性能な、 機体の開発に取り掛かっていた。1952年9月に初飛行した、この機体は基本設計こそ、ウーラガンやミステール2のものを踏襲したが、胴体は再設計された円形の断面となり長さは延長されていた。また、主翼も新型の38度の後退翼を装備し、ミステール2に比べて洗練された外観となった。この機体は、 ミステール4と呼ばれ1954年より量産が開始され、1958年までに421機生産された。イスラエル空軍のミステール4、A ミステール 4A をさらに強力なエンジンに換装し、全体形を空力的に洗練した機体がミステール 4B で1953年12月に初飛行した。 この機体は1954年2月にヨーロッパ製の航空機として初めて水平飛行で音速を超えた機体となった。その後、この機体をベースにして超音速戦闘機シュペルミステールが開発された。また、主翼をデルタ翼に換装したミステールデルタも開発されたが、フランス空軍はより大型でレーダーを搭載可能な機体を求めたため、 ミステールデルタを原型とした新型戦闘機ミラージュ3が開発された。ミステール4はスエズ動乱においてフランス空軍により戦闘爆撃機として利用された。シュペルミステールやミラージュ3の登場により第一戦を退いた後も並走訓練機として使用され続け、アルファジェットに更新され退役したのは1982年のことだった。 フランス以外では、インド、イスラエルにも輸出され、それぞれインパ戦争や中東戦争で活躍している。インド空軍では1973年まで、現役であった。イスラエル空軍は1956年4月から6月に、かけて導入した、最初の24機のミステール 4A を、第101飛行隊に配備し、 続いて1956年8月に納品された36機を第109飛行隊に配備した。ミステール 4A はイスラエル空軍に投入された最初の交代翼機となった。同年に発生したスウェズドーランには第109飛行隊は訓練が間に合わなかったが第101飛行隊のミステール 4A は作戦投入され8機のエジプト空軍機を撃墜した。 1960年代に入ると、第101飛行隊の運用機が、ミラージュ・フィコジ戦闘機に更新されることになり、第101飛行隊のミステール 4A は、第116飛行隊に移管された。またこの頃から、大地攻撃専門の機体として運用されるようになり、迷彩塗装が施されるようになった。これらのミステール 4A は1967年の、 第三次中東戦争にも投入され、同じく、イスラエル軍で運用が続けられていたウーラガンとともに、対地攻撃任務に就いた。イスラエル空軍のミステール 4A は1971年に、アメリカ製の A-4 スカイホーク攻撃機によって、更新され退役した。サンメンズ、ありがとうございます。